サザンカンフォートの1リットル瓶、サザンカンフォートはリキュールの一種。1874年、アメリカ合衆国のニューオーリンズでバーテンダーを務めていたマーチン・ウィルクス・ヘロンにより、ウイスキーとオレンジ、ピーチ、レモンなど、幾種ものフルーツとハーブを組み合わせたレシピを起源とする。1889年にメンフィスで製品販売が開始され、現在のブランドは、 アメリカの種類ブランド保有会社のサズロックカンパニーが所有している。サザンコンフォートとは直訳すると南部の安らぎや南部の喜びといった意味となる。割り方によって大きく変化するフレーバーを魅力として若者に人気があり、例えばニューヨークのバーテンダーが考案したとされる祖こ、ライムショットはイギリスやアメリカでは非常に人気のあるショットである。 船大工の息子として生まれたマーチンが、勤め先の店で考案したとされる。その後マーチンは特許を取得し、1889年、移り住んだメンフィスで瓶詰めによる製造販売を開始した。1904年にセントルイスで開催された国際博覧会では、金メダルを獲得している。初期のアルコール度数は50度と比較的高かったが、その後徐々に下げられ、 2004年のリニューアル以降は日本国内においては21度のものが販売されている。またベースとする蒸留酒もバーボンウイスキーベースから中性スピリッツに変更されていたが2017年より当初のバーボンウイスキーをベースとした製法に戻されている。歌手のジャニス・ジョプリンがこのリキュールを愛飲しておりしばしばステージの上にボトルが置いてあったことでも知られている。 神奈川県茅ヶ崎市ではサザンカンフォートを使ったご当地カクテル茅ヶ崎サザンのコンテストが2014年11月23日に10店舗が参加して行われた。ありがとうございます。